はいどうも、釣りの泉チャンネル高梨です。小川です。今日はね、初夏なのかな、初夏の梅雨時の養老川、まあたまたま晴れてる日なんでやってきました。大潮の干潮ですね。こっから揚げっぱなちょいぐらいまで打ってってみようと思います。揚げ揚げでいきましょう。マゴチストがいますね。この時期の養老川っていうとね、みんな河口でマゴチを狙うのがね定番だと思うんですけど、今日はね皆さんどうだったんでしょうかね。僕たちはどちらかというと入ってくるシーバスとかね、もちろんマゴチもそうなんですけど、とかチヌとかね、そこら辺はマグロとかね。それマグロ釣れたら混むだろうな。食いたいかな、養老マグロ食いたいかな。ケビマグロ。ボラ食いまくってるさ。ボラの味がする大トロ。いいじゃん。食いたくねえな。というわけでやっていこうと思います。さてと、さあみんな大好き温排水前ですね。やってきました。この初夏の暑い時期にね、温排水のメリットがあるのかっていうと微妙な感じですけど、まあ流れがね常時あるっていう意味ではいいんじゃないでしょうか。というわけでやっていこうと思います。先発ルアーはザリバイブらしき何かですね。これでちょっとねチヌ狙いで行ってみようと思います。あんまりねボトム引きずりすぎてね、高いパイセンを引っ掛けないようにだけちょっと注意してやっていこうと思います。では行きます。ブレーキは3から。またついてるわけじゃないんだけど、なんでだ。高梨先輩、信号。いやこれダメだな。来ましたね。来ましたね。これはあれですね、得意の茶色いフラットフィッシュですね、多分。それとも黒いホースかね。いい下がり、まあ、下がりじゃねえ、いい曲がり。さあ何が釣れたんでしょう。お、いいですね、いい感じですよ。魚のことは確認できました。フラットフィッシュじゃなかったですね。シーバスですね。よいしょ。俺はね、平気でね、こう、シーバスに近づいて映しに行っちゃうカメラマン魂でね。どうですか、これ。ブリンブリンですよ。ブリンブリン。あ、高橋が。俺に取られないようにしてますね。俺に取られないようにしてますね。あー、ちょ、見せた。よっしゃ。よっしゃ、俺が釣ったぜ。出た。やりました。これはシーバスですね。っていうね、こう、茶番劇がいいとして。サンキュー。あら、グラスパーもどきの入魂じゃないみたいですね。そうなんですよ。いやー、よかった。ちょっとね、かわいそうだけど、素手だったね。スレを外してるところを捉えてしまった。
ここに口があるみたいですね、シーバスの口。そうそうそう、背中、このシーバスは背中で食ってきましたね。そう、背中に口があるみたいで。背中で語るスタイルみたいな感じですかね。そうですね、男ですね、多分じゃあこいつは。はい、勝ち目。いい。元気かな。魚フィッシュ。魚フィッシュありがとう。逃がしていきましょう。はい。ああ、これは俺の寄りにつくかな。つかなった。さよなら。帰ってきましたね。バイビー。一匹取れましたね。セトン。ビット V 26グラム。ところどころトゥイッチ入れながら上のレンジ前撃から釣れました。ちょっとね、半分は半面超ボロボロなんで、ホロが生きたのか、もうナチュラルなホロが生きたのか、鉛カラーが生きたのかちょっと分かんないですけど、今ね、揚げっぱなでまた魚次々入ってくると思うんで、ちょっと引き続きね、ヒットパターンで継続してやってみようと思います。